コロンビア特別区空軍集兵は、コロンビア特別区における空軍集兵。コロンビア特別区内には飛行場がないため、メリーランド州アンドルーズ統合基地に展開している。コロンビア特別区空軍集兵は、他の空軍集兵と同様に、アメリカ軍の予備部隊である。コロンビア特別区空軍集兵の目的は、以下の二つである。戦地における、 連邦軍への予備戦力の提供サービス及び戦闘を含む各種任務支援、平時においての国内における災害救援、治安維持、暴動鎮圧等。ただし他州の空軍州兵が平時には各州知事の指揮下にあるのに対し、コロンビア特別区空軍州兵はワシントン DC 市長の指揮下になく常に連邦政府の指揮下にある。最高指揮官は アメリカ合衆国大統領であり、災害時など空軍集兵の動員が必要な際は、ワシントン DC 市長が大統領に動員を要請することとなる。コロンビア特別空空軍集兵は1941年4月10日に第121観測飛行隊として創設された。同年9月1日、アメリカ陸軍航空隊の増強の一環として、現役に服する。 2001年9月11日のアメリカ同時多発テロの後、本空軍周辺の全部隊がテロとの戦いのために配備され、同日にはワシントン DC 上空を飛行する航空機の中でも脅威となるものを撃墜する許可が与えられた。同年9月14日よりアメリカ本土防空任務であるノーブル・イングル作戦に参加している。最近ではエンデュアリング・フリーダム作戦や イラクフリーダム作戦などで海外展開している。ありがとうございます。